今年は自分のブランドを作ったり、イベントを開催したりとか、いろいろ新しいことにチャレンジしていくと思うので、またサーファーのみんなが楽しめるようなイベントごとだったりとかを考えてやっていくので、皆さん楽しみに待っててください。いつ試合があってもいいように気を引き締めてやっていきたいと思います。他にもメディアに露出するために自ら取り組んで YouTube など SNS などに挑戦していきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。少しでも多くの試合が開催されることを祈りながら、日々トレーニングや練習に励んでいきたいと思います。あと YouTube やってるんで、大原ひろとチャンネルでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今年は試合がいつあるかまだ分かりませんが、いつあっても自分のベストが出せるように毎日しっかり練習をしてスキルアップを頑張りたいと思います。今年は新しい技にも挑戦していき、試合でも結果を残せるように頑張ります。いつ試合が行われてもいいように練習をして、 YouTube もやりながら日本のサーフィン界を盛り上げていきたいと思います。応援よろしくお願いします。今は大変な時期ではありますが、今年サーフィンの試合が行われて、サーフィン業界がうまく発展していくよう願っております。あと僕の仕事としてジャッジの勉強もしていきたいと思います。